気分はどうかな、レオナ姫。殺しはせぬ。世の体を傷つけたのだからな。死ぬ以上の苦しみを味わわせなければ気が収まらぬわ。そなたは世の魔力で瞳と呼ばれる宝玉にされたのだ。もはや見る聞く考えるの三つの行いしかそなたには許されない。自分では身動きもできぬし、声も外へは届かない。たとえ眼前でいかなる凄惨な光景が繰り広げられようとも、目を背けることはできないのだ。